こんにちは、バーバです。今日は折り紙1枚で作れるこのような小さな可愛い袋の作り方をご紹介していきます。ちょうどこのような小さな飴が入るぐらいの可愛らしい袋です。では早速作っていきましょう。今回使う折り紙は15センチ四方の折り紙が1枚と、あとハサミと糊、物差しを用意しておいてください。まず白の面を上にして、下の縁を上に折り上げていきます。そして折り上げた時に上の縁からほんの少し3ミリから5ミリぐらいずらして折ります。そしてこの折り上げた下の方のここの縁でこのずれた分の幅を下に折り下げます。ずらした分の幅だけ折り下げてきます。このように折ったら、折り上げているこの部分は一度開いて、ここの折り下げたこの細長い部分にだけ糊をつけていきます。糊を用意して、この細い縁のところだけ糊をつけて、なるべくはみ出さないように気をつけて糊をつけていってください。糊をつけたらこの部分を戻して貼り合わせていきます。そうするとこのように筒状になっています。一度このように筒状に開いて、さっき糊付けした部分がはみ出てくっついたりしていないかなと確認するためにも、一度このように開いて確認しておいてください。そして次は全体の幅の下から3分の1ぐらい、3分の1ぐらいを上にこのように折り上げます。折った時にこの幅と折り上げた幅がだいたい同じぐらいだと大丈夫です。そして今折り上げた部分を一度このように立てて、中をこのように一度広げます。そしてこの横の縁、この横の縁がこの広げた時に見えるこの中心の折り筋にぴったり合うように、このようにぐーっと折り下げてきます。このように折って、この横の縁の折り筋と下の折り目がぴったりまっすぐ揃うように位置を決めたら、
この横の部分もこのようにこのようにして折っておきます。片側がこのように折れたらもう片方も倒して、ちょうどこの真ん中の折り目とこちらの中心の折り目がぴったり合うように揃えて折ります。次はここの下の角を上に折り上げていきます。折り上げた時にここの折り筋よりも角が上に少しずれて出るように位置を決めております。そしてここの折り目と中心の折り筋が平行になるようにして折ってください。こちらの角も同じように折っていきます。角が中心の折り筋よりも外に出るように、さっきずらした分と同じだけずれるようにして折ってください。そして中心の折り筋とここの折り目が平行になるようにしております。次はここの角とここの角、この角と角を結ぶ線、このような線で外側の縁を内側に折ります。この線、でずっとまっすぐ上まで折ります。こちらも同じように折っていきます。ここの角と角を結ぶ線で外側の縁を内側に折ります。ここまで折ったら一度全体をしっかり折り筋をつけておきます。そして一度開いて最後にこの部分に糊をつけていきます。この上と下の三角形の部分に糊付けをします。この部分に糊をつけたらこのように戻して貼り合わせます。こちらも同じようにここに糊付けして、戻します。そしたらこの袋を開いていきます。開いた時に慣れないうちは物差しを使って、物差しを中に入れてちょうどこの角のところに物差しの角を当てるようにして形をこう内側から整えていくと形が作りやすくなります。ある程度袋
袋の形が整ったら、まずこのここの角から伸びるこの縦の折り筋は山折り、この底の部分も山折りで、この側面の中心とここの斜めの折り筋は谷折りになるように、このように折りたたんでいきます。両側同じように折っていきます。全体的に折り目をつけ直して、これで袋が完成しました。この長さが割と縦長の状態になっているので、長いなと思ったら好きなところで切っておいてください。バランスを見て好きな大きさに調整してください。これで袋の完成です。ちょっとしたこのようなアメちゃんをプレゼントしたりするときなど、気軽に使える袋になります。このように口の部分を折りたたんで、可愛いシールがあったらシールを貼るととてもおしゃれなプレゼントになると思います。そしてこのような無地の折り紙だけでも可愛いですが、最初に見本でお見せしたようにこのような柄の折り紙で作るともっと個性的で可愛らしい袋になってきます。このようにお菓子を入れてもいいですし、この前別の動画で作り方をご紹介しているこの小さなラッキースターですが、これをプレゼントしたりするときにもちょうどぴったりの袋になります。とっても可愛らしいです。そしてこのような細かいクリップのようなものを入れておくにもぴったりです。いろいろとアイデアでこの小さな袋活用してみてください。